はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズはライカの定番レンズになりますね。定番の標準レンズです。ウズミクロンの 50mm 固定強度じゃなくて、振動タイプですねの、はい、こちらはですね、L マウントなんですけれども、今回は、LM 変換アダプターをセットでお付けしたいと思います。はい、はい、じゃあ外観から見ていきますけれども、外観はですね、ご覧の通り、若干この経年感、うっすら使用感が見られるんですけれども、目立つような、傷汚れとかですね、当たりへこみなどというものは見られずに、おおむね綺麗な状態ですね。はい、ご覧のような感じになっております。はい、フロントも綺麗ですね。落として歪んだような跡とか、こうガタがあったりとかしないですね。伸縮もきっちりと、スムーズにロックもきっちりと効いてますね。はい、いい感じですね。レンズも前玉、後ろ玉ともにですね、綺麗で、傷汚れ、コーティングの剥離、拭きすれとかですね、引っかき傷のようなものは見られないですね。はい、綺麗な状態になっております。はい、もちろん中玉に曇りカビは一切ありませんね。ただゴミちりがですね、やや若干こう見えるんですけれども、もちろん映像には全く影響はありません。はい、コーティングの状態は大変綺麗ですね。はい、で、絞りも軽快に動作しているもして、油の汚れもないですね。羽の痛みもありません。はい、で付属品が、先ほどご覧いただいたように、50mm 用の LM 変換アダプターですね。これをつけていただければですね、ライカ M3 とか M4 とかいう M マウント、レンズ、ね、M マウントの、ボディにもご使用いただけますね。これ外せばスクリューマウントのバンナックライカに使用できるという感じになりますね。はい、でもってリアキャップ、これ M マウント用の M マウントのリアキャップとライカ純正のフロントキャップをお付けいたします。はい、でもってですね、今回はさらにこちらのモノクロ用のですね、フィルターのセットをお付けしたいと思います。こちらがですね、イエロー と、オレンジと赤ですね。こう色が濃くなるに従って、コントラストの強い映像を撮ることができるようになりますね。僕なんかは特にあの赤いやつを使ったりとかしますね。はい、こう曇り空とかを撮ると、で雲が迫力あるコントラスト強い映像になったりしますので、ぜひお使いになることを、まあ、一度お使いになってみることをお勧めしますね。はい、ということで、このフィルター3枚セットと、LM アダプター付きの、大変人気の標準レンズ、ズミクロン 50mm 振動タイプ L マウントになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。